高村優、高村優、高村博士、1969年9月2日台、は、栃木県宇都宮市出身の元プロ野球選手、投手、プロ野球コーチ。現在は福岡ソフトバンクホークス一軍、投手コーチ。宇都宮市立西小学校時代、クラブチーム、西赤月で野球を始める。宇都宮市立一条中学校を経て、 栃木県立宇都宮南高等学校に入学。第58回選抜高等学校野球大会で準優勝を果たす。その後、法政大学に進学。野球武道期に諸角健治がいる。実力は、申し分学チームのエースとして活躍したシーズンもあった、1990年春の東京6、学リーグ戦で防御率1位を 獲得が最上級生として迎えたシーズンでは目立った活躍もなくプロのスカウトにアピールすることができなかった。しかし4年秋、スポーツ紙に東京6大学野球リーグ戦で150キロを記録したと書かれたこともある。1991年のドラフトにおいて近鉄バファーローズから1位指名を受け入団。ビデオで高村の投球を見た近鉄監督、大木明が スカウトから、競合なしの単独1位で獲得できる状況を、説明されて、本当なか、と驚いたエピソードもある。1年目から13勝を挙げ、自身と同い年で、同じ1991年に1位指名の福岡、大英ホークスの若田部健一を抑え新人王に、選出される。学生時代、若田部が、バルセロナ五里に予選日本代表入りしたのに対し、 コウムラは代表落ちし、ドラフトでも若田部の4球団競合に対しコウムラは近鉄のみの指名と若田部より低い評価だったが、それを逆転させた。ただし若田部も新人王を争ったことに対してパリーグ会長特別賞を受賞している。通算勝ち星はコウムラが若田部より12勝多い。しかし2年目以後はチームの低迷もあり2桁勝利を挙げた年はなかった。 は2年目のジンクスに陥り、5勝11敗、防御率4.96と不本意な成績でシーズンを終えた。も、前年同様防御率4点台と安定感を変えたが、9勝10敗とやや盛り返した。は故障の影響で10試合の当番で5勝4敗の成績で終わった。ただ3関東を記録したほか、防御率は1点台だった。 初の開幕投手を務め4連勝したものの、その後は勝ち星に恵まれず8月半ばに5勝利立つし7勝8敗に止まった。開幕戦では2年連続開幕投手に指名され、大阪ドーム初の公式戦で先発し、8回に失点で勝利投手となった。しかし、その後は前年とほぼ同じ成績しか残せず、勝ち星を一つ上積みして8勝しただけったが4年ぶりに、 規定投球回はクリアした。3年連続で開幕投手を務めたが、負け数が先行し、リーグ最多の14倍を記録した。7月2日の千葉ロッテマリーンズ戦で、それまで無失点と高騰していたが、7回裏西一、二塁の場面でダブルスチールを仕掛けられ、その時の投球を、的山哲也が保逸したために類走者の大塚明が、ホームイン。 これに切れた高村はグラウンドにグラブを投げつけ、一塁走者の堀光一まで生還させた。この年は制裁を書き、16試合の登板に終わり、3勝6敗、防御率4.24の成績で終わった。もう、前年同様3勝しか上げられなかった。5月1日、対日本ハムファイターズ戦で、初回戦闘打者の井出達也に初級を、本類打されるも完投。 しかしチームは0から1で敗れ、史上初の初級負けを記録する。近鉄はリーグ優勝を果たしたが、自身は5勝9敗防御率4.92と成績を残せず日本シリーズでの登板機会はなかった。も安定感を欠き、シーズン半ばに中継ぎに回ったりもあったが、29試合の登板で9勝10敗を記録し4年ぶりに規定投球回をクリアした。 は当初は先発だったが、前年オフに絶対的な守護神だった大塚将軍が中日ドラゴンズに移籍したことで、抑えを固定できなかったチーム事情からシーズン途中から、抑えを任され、急セーブを挙げた。シーズン途中に、読売ジャイアンツの元木大介との交換トレードが、東京中日スポーツで報じられたが誤報であり、訂正記事が出された。同年は、 近鉄最後の年となり、オフにオリックスブルーウェーブと合併することが決定した。9月24日、近鉄の本拠地、大阪ドーム主催最終戦、対西部ライオンズ戦で、先発投手を務めた。同年は2勝2敗の成績に終わった。2004年オフ、分配ドラフトを経て東北楽天ゴールデンイーグルスに入団は、わずか試合しか登板できず、オフに、 戦力外通告を受けた。戦力外通告後、12球団合同トライアウトに参加し、その後横浜ベイスターズと中日ドラゴンズの入団テストを受ける。しかし不採用となり、自身と同じく近鉄ドラフト1位でプロ入りし、自身と同時楽天を自由契約になった小池秀郎ともに、野茂ベースボールクラブに復帰へ向け参加。小池は現役投手兼コーチ。 高村は部外者として練習参加。10月6日、楽天の二軍投手育成コーチ就任。より同二軍投手コーチ。2012年より再び二軍投手育成コーチ。より一軍投手コーチ就任するが、チーム防御率リーグ再開に低迷し、同年10月7日退団。11月9日にから福岡ソフトバンクホークスの 二軍投資コーチに就任することが発表された。からは一軍投資コーチ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。